はい、こんにちは。今日は8月15日、令和3年8月15日、敗戦記念日、一般的には終戦記念日と言われてます。今日先ほど、国の政府の、主催で行いました、追悼式がありました。戦没者追悼式がありましたね。それから今朝、テレビの日曜美術館というのがありますけども、上田市の無言館の、放送をやっておりました。無言館を訪ねて小野さんという作家の方が訪ねていって、戦没美術学生の、展示をしていますけれども、そちらの方をやっておりましたので見ました。まあ、無言館のことは大抵の方は、ご存知だと思うんですけども、1938年、昭和13年頃に、美術館を卒業して戦地に行って、まあ、戦没、それで亡くなったっていう方ですね。その方たちの、出征する前に描かれた絵画を展示している美術館なんですけども、先日私も、郡山市立美術館というところへ行って、見てきました。亡くなった年がですね、年齢が皆さんももちろん20代の、方、まあ、30代もいらっしゃいますけども、つまり若くして亡くなったということで、非常にどうして20歳20歳やそこらで死ななきゃいけないかなっていう、気持ちになりますね。久保島さんっていう方が館長してらっしゃるんですけども、その無言館の、その美術、画家たちのですね、学生ですけども、まあ、画家たちのそのプロフィールとかそういったものも説明書きがあるんですね。展示してる絵に対して、でそれに読むと何歳、亡くなったのは何歳っていうのがちゃんと書かれてて、どこ出身とかですね、そういう説明があるもんですから、説明書き読んでるとどうしても亡くなった年を考えてしまいます。まあ行かれてない方は、長野県は東京から、まあ、長野まで新幹線で1時間ですから、近いですから、見かけれてみるといいんじゃないかなと思います。日曜美術館でね、ちょっとちょっとびっくりするエピソードが一つ入ってたんですけども、それはですね、出征する、その一人のですね、女性、モデルをアルバイトでラフのモデルをなさった方がいて、その方を描いた絵がですね、展示されてるんですけども、その絵の紹介の時に久保島さん自身がその文章としてその読まれたんですけども、そのモデル76年前のモデルがですね、モデルさんがその無言館に見に来てですね、無言館にいらして、そして自分のかつての若い頃のラフのモデルした、その初めてラフのモデルしたっておっしゃってましたけども、
それをですね、無言館に見にいらしたというエピソードを紹介してたんですけども、当然モデルしてる時は二十歳前の方か二十歳過ぎか前後の方ですけども、それからですね、50何年経ってたかな、いらっしゃるまでに。それでその自分のモデルした時の、絵を見てですね、その作者、美術家のその画家ですけども、その出世して亡くなった方ですけども、その人に会いに来たと、ノートというのは無言館に置いてあるノートにですけども書いてたっていうことなんですね。それを館長の久保島さんが、見て、文章化したということだったんですけども、その方はご結婚もされないで、ずっと一人でですね、戦後生きてきたということをその文章に書いておりました。いろんな人の戦後、日本が負けたのが1945年昭和20年のですけども、いろんなその人その人の人生っていうのがあるなっていう感慨深い、ものがありました。その無言館のお話の中にはですね、久保島さんがおっしゃってた。私は展覧会とか美術展を見た時に思ったのは、これはこの前も言いましたけども、人の命っていうのは物理的に死ぬということでなくなりますけども、その文化の絵はね残ってるんですね。遺族の方が大事に撮ってたり、してその修復ということもあるんですけども、残してあって、その絵は残ってるんですね。だからその画学生たちは亡くなりましたけども、その彼らが心を込めて描いた絵っていうのは残ってるんで、やっぱり残すっていうことは何でもそうですけども、自分が死んでも残るということで、残すっていうことはとても素敵なことだなと思いますので、どなたもですね、どんな方法でもいいから何か残しとくっていうのは無名でありなあれいいんじゃないかなと思います。YouTube でもいいと思いますけど、それでですね、戦争、今日は戦争の話になっちゃうのも仕方ないかなと思うんですけども、でもね、テレビ番組表をずっと見るとNHK はね、ドキュメンタリーをここのところ映像の記録やら何日か前から私も録画してずいぶん見てるんですけども、割と番組は通常通りの番組なのかなって、番組表を見る限りではそんな感じですね。76年経ってますから、そういうことだろうと思いますけども、ただですね、今インターネットで SNS が、発達しているので、過去のですね、ずっと過去の戦争に関わる日本の被害なり加害なりでも何でもですけど、すごくいっぱい出てるんですね、インターネットに。それで何が正しい何が嘘だっていうのもあるんですけども、やっぱりそれぞれに真実らしきものがあって、直接その人たちが話してるわけじゃないんだけども、記録本やらそういう記録やらでですね、こういう
こういうことがありましたっていうのはネットによく出てますね。で、例えばツイッターなんかにでも、出ててですね、まあ、日本はね戦後戦前全部否定したとこから始まったので日本は全部悪いことになってるんですね。もう日本語が全部悪いと、日本が悪いからこういうことになったんだっていうことになってるんですけども、まあ、日本もね被害空襲や原爆だけじゃなくて、戦争が終わった後にですね、ソ連ソビエトに、侵攻されてですね、中国、東北地方にある開拓団なんかよく、これはもうテレビででもやってるから、ご存知だと思うんですけども、とてもひどい目にあったっていうのはインターネットでもよく出てるんですね。で、ソ連兵の、そのソ連軍の、まあ、アメリカ軍も、まあ、空襲したりですね、アメリカも空襲もあったし原爆もあったし、それこそ悪いかいいかっていうことになると悪いことだらけなんですけども、で ソ連のねやり方っていうのが、その非常に市中でですね、満州に残ってた日本人たちが非常に残虐な、まあ、虐殺だったり強姦だったりですね、そのやり方が非常に残虐だったっていうことが、まあ、いろんなね歴史の記録にありますね。例えば満州から引き上げる時にソ連が侵攻してきたもので、日本語に置き去りにされた日本人たちがですね、子供を連れた赤ちゃんとか連れたお母さんたちが、あと17、8歳のまだ未成年のようなお嬢さんたちとかですね、女性がそのソ連兵の相手をしろということになって、毎晩将校たち、ソ連軍の将校たちに体をですね提供したっていう、それもですね、そんな優しいもんではなくて、もう本当銃を持ったままの銃剣をね脅迫するような形で持ったようなソ連兵たちに犯された女の人たちっていうのは、これは引き上げ後にですね、問題になって発表されてますから、それも調べると出てくると思うんですけども、それ以上のですね、それはもうちょっと言葉では言えないような残虐な話がいっぱい出てます。それは出てるし、記録としてですね正式に出したものもあります。で、やっぱり戦争っていうのは本当にまあ、兵隊たちもですね、兵士たちも哀れなんですけども、やっぱり性的な対象になってしまう女性の、その苦しみっていうのは、ちょっと言葉にできないような、まあ、こういうことはですね、この YouTube で喋るっていうよりも、まあ、文章に書く方が向いてると思うんですけども、そういうものをよく記録として読みます。ニュース記録としてね。だからその日本人も、例えばですね、まあ、これは山崎豊子さんが、山崎豊子が大地の子という小説に書いてるんですけども、それをまあ、NHK がドラマにしてるんでよく知られてることですけども、
その子供たちがですね、少年とか少女とかは子供たちが中国で売り買いされて、人身売買って言われますから、売り買いされて、それで子供だけじゃなくてですね、子供のいる母親とか若い女性とか、そういう人たちも売られて、農家の嫁にされて、こき使われて、まあ「大地の子」というドラマの中ではですね、ちょっと言うの主人公の、一心の一心という男性ですけども、その人の妹が、そういう目にあって最後死ぬっていうところがありますけども、売られてですね、女の子は売られて、その、まあ、性的な相手のそういうものに売られていく。それ男の子たちはですね、労働力として売られて、人身売買されてたんですね。それ日本人の子供だからな、やられてたんですけども、そういうね、被害が日本人の身にもあったわけですね。ただ日本は加害者だけ、加害者加害者って言いますけども、あちこちで、もちろんソ連の、シベリア抑留なんかもありますし、まあ空襲や原爆だけじゃなくてですね、外国のそういう地で亡くなった方たちもいるし、ひどい目に遭った人もいるという、その何とも、言えないような、事実が、記録されております。そのことだけはね、やっぱり知っていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。それでソ連のね、どれを見てもね、ソ連のその、まあ共産主義者が残虐っていうのはあるんですけど、スターリンがね、1000万人虐殺したっていう話はあれですけども、その、アメリカとソ連とですね、まあ比べてもしょうがないんですけども、アメリカ兵は、私はこれは体験してるんですけども、アメリカ兵はね、どっちかっていうと、中にはね、たまにはいるかもしれないけど、そんなにね、ソ連兵のような残虐な場面というのは見ないんですね。で、アメリカはなぜかというと、豊かだ。経済的にも豊かだから、教育もされてるんですね。だから、そんなにね、例えば今日ね、NHK の、沖縄戦の、ドキュメンタリーやってましたけれども、アメリカが投稿、アメリカに投稿する沖縄の人たちがですね、女子供たちとか、まあ男性もいますけども、民間人が投稿したところをですね、保護してる場面もテレビで出てましたけども、ソ連兵の、なんていうか、いろんなね、その行事を見ると、とてもアメリカのそういうような、保護するような、優しさではなかったんじゃないかなと思いますね。沖縄にその辺はいなかったからあれですけども、朝鮮なんかででもですね、38度線で、南が今の韓国では、アメリカが、管理してましたし、北朝鮮の方がソ連だったんですね。で、38度線を北側の北朝鮮から、日本に引き上げて帰りたい人たち、日本人たち、その北朝鮮にいた人たちは、私の友達もその子供の頃ですね、北朝鮮にいたっていう人がいたんですけども、38度線を超えるまでがもう死の行軍だったんですね。それはソ連兵に
まったらもう虐殺されたり犯されたり、もう大変な目に遭ったわけです。だから38度線を超えるのが、もう38度線さえ超えて逃げればアメリカの支配下の中だから助かるんですけど、その38度線まで来るまでにみんなですね、まあ寒さもあったんですけど、虐殺された人たちもいっぱいいるわけです。だけどですね、南朝鮮の今の韓国ですけども、韓国にいた人たちはアメリカ軍に守られて、今の釜山ですね、釜山のから船にの引き上げ船に乗せてもらって、無事引き上げてきて山口県に着いたとかですね、そういう韓国側にいた人は、そんな怖い思いはしてないわけですね。中にはまあ、日本統治時代にですね、バカな人たちが朝鮮人をいじめたりですね、何かした人たちは報復というか、日本が負けたからって言うんで、仕返しされたりですね、やっぱり殴り殺されたりということもあったみたいですけども、まあ、そういうのは、あちこちあったようですけども、まあ南朝鮮にいた人たちは、アメリカ兵に守られて帰っています。で、それはやっぱアメリカ兵はね、アメリカ兵釜山のね、港にね、港湾丸とかその引き上げ船が出港するまでの間、鉄道で北の方っていうか、38度線から手前のところ、ソウルとかからですね、これ日本が統治時代に作った鉄道ですけども、縦断鉄道で、日本人が釜山に集まってきたんですけども、まあ、集まってきたからってすぐ乗れるわけじゃないですから、釜山の港の近くにですね、次出港するのを待ってるんですね。まあ貨車の中とかですね、まあ民家だったりするんでしょうけども、そうしたらね、アメリカ兵とそこで仲良くなるんですね。アメリカ兵も待ってるんですよ、保護しながら、日本人を保護しながら。それで待ってるから、子供たちはあんまりその鬼畜米とか言われて、もう大人はですね、いろいろもあるかもしれないんですけど、この小さい子はチョコレートとかもらったら喜んでたりしてするんですけど、アメリカ兵もですね、自分のその妹だの家族だの、残してきてますから、女の子とか見ると可愛かったりしてね、可愛がったりするんですね。だからそういう残虐なことをしたというのは耳にしないし、聞いたこともないです、親たちにも。むしろとっても親しくして、お嬢ちゃん大きくなったらアメリカにいらっしゃいとか言われた人もいる、アメリカにいらっしゃい、素敵なところだからって言われたっていう話も聞きますし、何かもらってきたり、アメリカ人は物が豊富ですから、おやつなんかもくれたりして、そういう、まあ1週間か10日かちょっとあれですけども、その釜山で待ってる間に、でもそのアメリカ兵たちはそんな残虐なことはしなかったという、そういうことはあります。だからそのやっぱりね、貧しすぎたり、教育が行き届かなかったりですね、まあ、貧しいからそうなるということでもないんですけども、まあ国のせいか土地のせいか分かりませんけども、とにかくまあソ連兵の残虐なのは、もしかしたらスターリンのね、その共産主義の
共産主義者は残虐だっていうのを読みますけども、そのせいかどうかも民族性って私は思わないんですよね。あのロシア、私はあの子供の頃からロシア小説読んで育ったというか、あのロシア文学にずっと傾倒して、まあトルストイだ、ドストエフスキーだ、ツルゲンネフだ、いろいろですねロシアの、小説読みましたので、まあ、そういうあの文化的にね、そういうあの人民族ではないと思うんですね。それであのそんなにあの見聞きというか、あの文章でですね見聞きするような残虐なことを本当あのするあの民族的なものではないと思うんですけども、中にはやっぱりその野蛮なですね、そういう、まあ、広いですからね、ロシアっていうのも広いですから、まああのちょっとまあ山奥のなんか野蛮なそういう男たちはもちろんいたんでしょうし、まあ、いたのは事実ですからいたんでしょうけどね、やっぱりあの教育っていうのも大事なんじゃないかなと思います。あのうちの父がよく言ってたのは、ロシアは貧しいから教育が行き届かないから野蛮なんだと、ロシア兵も、アメリカはあの豊かだから教育があの行き届いてるから、まあ教育がね行き届いてたって全員ってわけじゃないでしょうけど、あのソ連兵のようなあの残虐なうち、そこがちょっと違うんだみたいなこと言ってましたけども、そうじゃないかなと思います。それでやっぱりあの NHK のねドキュメンタリーであの映像の記録やってて思ったんですけども、あのアメリカの人やヨーロッパの人がですね、日本を昔、旅して日本に来てた人たちがあの撮ってるあの映像が流れたんですけども、そこにあの文章を迎えてて、あの帰国してですねヨーロッパやアメリカであの、出版したものがあの、流されたんですけども、あの日本人はですね、例えば関東大震災の時も あんなに大変なあのもう本当に焼け野原になってる映像が出てましたけども、それなのにもう秩序正しくですね一生懸命真面目に復興作業してると、暴動もなければ略奪もないのは不思議だって書いてる人がいて、その映像もあるんですけども、そういうまあ日本にはね昔から、まあ、寺子屋もあったし、あの、藩なんかもですね、あの、まあ、武士の、なんとか藩ごと の、まあ、学校みたいのもありました、ね、ありましたよね。だからそういうあのやっぱりその教育っていうのは、まあ、日本があの識字率がですね戦前でもまあ随分前でも 99%8% っていうのは驚きだって書いてる外国の、人がいましたけども、あのやっぱりそういう教育っていうの基礎的な教育ね、あ非常にあの国民 の国民性っていうか民族性っていうのを作るんだろうなと思いますね。私の師匠の先生はあの中国文学者なので、よく中国によくでもまあよくっていうかあの中国にいた時の話をあの、聞かせてくれたんですけども、あの中国の博物館に行った時にですね、そこの博物館長が、そうですね何年ぐらいですかね、文化大革命の前のことだと思うんですけども、あの日本人はですね、あの日本は読み書きそろばんをきちっと小さいとかやらしてると、その教育が行き届いてくるから戦争であんなに焼け野原になって、なってもですね復興したのは読み書きそろばんができるからだと。つまり読み書きそろばんというのは
まあ、識字率、もう文章も読める、書くこともできる、そして計算もちゃんとできるというか、基本、人間の生きる上での基本っていうのが、とても 90% 以上ですね、識字率って言われてますけども、世界で日本の識字率は、まあ時期にもよりますけど、それで復興したんだと、それは力になってるんだっていう言ったっていうのを帰ってきて先生が話してくれました。だから読み書きそろばんはとても大事なんだと、基礎的な、教養としてですね、そういうことは大事なんだということですね。一部の人が国のねリーダーが教養があるっていうことはとても大事なことですし、幅広い教養があってですね、どういう国にしようかとかっていうのをリーダーのとても大きいから、もちろんそういう人たちは学問的にもしっかり高度な学問も必要ですけども、庶民のもう下の方の人たちね、例えば現場で働く人たちとか、例えば第一次産業でね、なんかお米作るにしても、その基礎的な勉強ができてる人とできてない人とでは全然違うんです。国力が違うんですよっていうか、まあ人力が違う、国民の力が違う、よく民度って言いますけども、人力が違うんですよっていうことですよね。だからそういう意味で、まあロシアといえばですね、まあ、最後のロマノフ王朝、最後のロマノフ王朝の皇帝一家はですね、可愛い女性、可愛い皇女さんたちも虐殺されて、付き添いの人と8人ですか、皇帝がまあ殺されるのは仕方なかったのかどうかなとも思いますけども、何もね、可愛い皇女まで殺さなくていいのにと思ってね、なんて残虐なっていうんで、まあ、共産主義の怖さっていうのを余計に思ったんですけれど、許せないなと思ったりしたんですけども、そういう教養的なものっていうのはあるんですね、端々に出てくる。例えば革命って言って、スターリンがああいう残虐なことをするのだって教養があればですね、もっとマシな革命すると思うんですよ。だからその全体的な教養があるかないかっていうのは、とても国民性っていうものに、まあよく民度って言いますけども、影響するんじゃないかと思います。まあ戦争の話はつきませんので、今回はこれくらいにしておきます。